渡辺パイプのスマート農業チャンネル。皆さんこんにちは。日本のスマート農業をリードする渡辺パイプがお届けするスマート農業チャンネル。今回も引き続きハウスの温度ムラをモニタリングで解決する方法をご紹介します。前回は温度計の設置についてご紹介しましたが、今回は温度ムラをなくす具体的な方法をご紹介いたします。温度ムラの原因分析についてです。モニタリングされたデータを見て、測定場所の作物の生育や収量と比較検討します。温度が高い低いだけでなく、植物にどのような影響あるいは効果が出ているのかを分析します。これには植物を観察する目が必要です。その上で温度ムラが出ている原因を特定します。よくある原因が外張りフィルム、天窓、出入り口の汚れや隙間、暖房機の送風ムラ、循環線の設置位置や台数などです。問題を特定するのは難しいですが、意外と単純な原因であることも多いので、ぜひこれらの問題を改めて見直すようにしてください。では温度ムラの具体的な改善方法についてです。ハウスの外張りフィルム、内張りカーテン、その他の場所に隙間がある場合は、まず補修して隙間がないようにしましょう。暖房機の送風ダクト近くで問題がある場合は、ダクトの大きさや本数を見直しましょう。厚みのないポリダクトを使用する場合は、ダクト表面からの放熱が大きいため、暖房機付近では温風の吹き出し量を少なく、暖房機から遠い場所では吹き出し量が多くなるように調整しましょう。冷え込みが厳しい場所ではダクトの本数を増やす、吹き出しの穴の大きさや間隔を増やすなど工夫をすることが大切です。次に循環線の見直しですね。暖房時の温室では暖房機や温風ダクト周辺の温度が温められて上昇し、天井面で冷やされて下降し、上昇気流が生じているところに向かって流れる対流が起きています。このため上昇気流付近は高温になり、下降気流付近は低温になることによって温度ムラが生じている場合があります。それらの問題を解決するために、温室内で水平方向の流れ、強制対流を作ることによって温度ムラを改善することができます。循環線の正面は強い風が吹くため、作物に直接風が当たらない作物の最頂部と温室天井部間に設置。循環線には到達距離があるので、それを目安に設置間隔を決める。担当ハウスでは同一方向に設置し、温室の下層部で戻りの気流を形成させる。伝統ハウスは複数の対流の渦が形成されるように設置する。循環線は多湿病害の抑制や光合成促進の効果も期待できます。積極的に活用しましょう。これまでは主に温度ムラについて解説していただきましたが、他にムラをなくす要素はありますか？まずは CO2 の濃度ムラを改善すると良いでしょう。CO2 発生器の近くだけ生育がいい場合は、拡散ムラが起きている場合が多いです。天窓が閉まっていることの多い冬場は循環線での CO2 の拡散が有効ですが、夏場など天窓が開いている時は上昇気流が発生して CO2 が逃げるので、ダクトでの施養や株元施養がおすすめです。間口が狭くて奥行きが 100m 前後のハウスの場合、ダクト施養や株元施養は特に効果的です。ダクト施養の場合、トマトの2畳上なら真ん中に置けば作業の邪魔にならず、拡散が均一になり、生育も揃うようになります。もう一つは湿度ムラの解消です。湿度が高い場所は気候が閉じ気味で蒸散量も少なく、葉が水ぶくれ状態になります。さらに菌の発生率が高くなり、病気の発生につながります。冬場の地表面からの水分の蒸発はかなり多いので、地表面にマルチを設置し蒸発を抑えると良いでしょう。他には内張りに透湿性のカーテンの設置も有効です。今回ご紹介したことが皆さんの補助の問題解決につながると嬉しいですね。次回は寒水制御の具体的な設定についてご紹介いたします。それではまた次回このチャンネルでお会いしましょう。